フィリッポ・タリオーニ、1820年頃、フィリッポ・タリオーニは、イタリアのバレエダンサー、振付屋である。ラシルフィードなどのバレエ作品を振り付け、ロマンティックバレエの流星に貢献した人物として知られている。ミラノで生まれ、17歳の時に、ピサでダンサーとしてデビューした。1803年に、ダンサーのソフィー・カルステンと結婚し、マリー・タリオーニ、ポール・タリオーニの2子を設けた。 マリーとポールは両名とも長じてバレエダンサーとなった。1832年に振り付けたラ・シルフィードは娘のマリーをロマンティックバレエ時代の代表的プリマバレリーナとして認知させフィリッポ自身の名声も高めた。年を取るにつれて風変わりで予測できない行動を取るようになった末娘のマリーの貯蓄しておいた資産を株に継ぎ込みべてを失ってしまった。 そして、1871年に、イタリアのコモで死去した。ポールの娘でおばと同名のマリーも、バレエダンサーとして、人気を得た。ヨハン・シュトラウス2世は、マリーを称えて、タリオーにポルカを作曲している。フィリッポの振り付けは継承されておらず、現在では、オーギュスト・ブルノンビルによって振り付けられた、同名作品の方がよく知られている。ありがとうございます。